まあまあ、こうやってね、なんでしょう、カップラーメンの話をしたりして、僕は庶民ぶってますけれども、本来のとこは皆さんご存知の通りの大金持ちの脱税法ですよ。そういう意味じゃ。国の方から、厚生のスタッフには実は月に500万出てるんですけれども、もうそういうのもいろいろいじくりいじくりですよね。結局名義だけ貸してますけど、そういう形で、もうね、辻人生方式ですよね。辻元ですよ。辻しか合ってません。ですから、例えばで言いますとね、まあね、まず移動はタクシー。ね、移動はタクシーです。だからもう電車なんて庶民の乗り物には乗れねえっていう、こういう感覚で暮らしてきましたよ。で、今日、久々にね、伊集院様が下界に降りられて、なんと、金目町とかいうところから、ここ、TBS まで、地下鉄に乗り遊ばされましたよ。しかも、なんか地下鉄の専用のじゃないやつですよ。あの上のところに書いてある、こう何、上に、代々木上原って書いてあるところに伊集院って書いてないやつですよ。みんな乗っていいやつに乗ったんですよ。いや、正直地下鉄久々だったんですよ。で、で、なんか、金目町っていうところでね、漫画をいっぱい買ってね、俺、そうなんですよ。厚生の渡辺に財布を預けたもん、この財布には金がうなるほど入ってたんですよ。3万4000円ぐらい入ってたんですよ。その財布を渡しちゃったの忘れて漫画を買っちゃったら、780円なりきしかなくなってるんですよ。日本円で780円しかなくなってるんですよ。ほんで、もうこれどうしようかなと。タクシーもで行ったら多分足んねえなぁと思って、中途半端なところで降りるなぁと思って、でいて、まあマロはね、マロはそういう地下鉄とかそういう庶民の乗り物に疎いから、多分160円か多くても190円で行くはずと踏んだわけ。マロ的には踏んだわけ。マロ的に踏んでみた。ね。で、リアル合ってんだよ、それがまた。ね、マロの、なんていうの、貧乏感覚すげえなと思いながら。ほんで、有楽町線でいいのかな？有楽町線に乗るのに、で、俺もよく、TBS に言われてみれば、俺地下鉄で来たことがないから。わかんねえだよ。で、わかんねえから。で、TBS ラジオ、赤坂の TBS ラジオ行く、いや、どうしたらいいんですかみたいな話をしたら、なんか、永田町行って、そっから赤坂見つけ行って、で、赤坂見つけから歩きゃいいんじゃねえのみたいな話だよ。行くのが一番いいんじゃないですかみたいな話だから、あ、そうっすかつって、で、永田町ってどっか乗れんって、こっから乗れんって、行ったらさ、すっげえね。永田町も政治家時代は随分行きましたよ。政治家時代はすっごく行きましたよね。僕の中曽根角栄時代はすごく行きましたけれども、漫画に出てくるね。漫画に出てくる政治家の名前1位ですよね。もしくは銭丸っていう悪い名前ね。悪い政治家ね、必ず出てきますけど。それで、永田町行って、で、乗り換えみたいな方も歩いて行ったら、陰謀ですよ。国家の陰謀発見ですよ、陰謀。俺を迷、その地下鉄に乗り慣れない俺を迷子にするためなんでしょうね、あれね。永田町から俺がずっと歩いて行ってたら、いつの間にか駅名をすり替えられる現象が起きてるんですよ。赤坂見つけだって、いや違うと。俺が今、永田町で降りたんだから何がしかの電車に乗らなければ赤坂見つけに着くはずはない。にもかかわらず歩いて、ふっって横を見たら赤坂見つけなんですよ。これはね、おそらくね、1970年代にネバダ州で起こった UFO 誘拐事件と全く同じなんですよ。ありえないんで、自分はドライブの途中に神さんとラジオの調子がおかしいなっていじってるところに気を失って、ふっと起きたら600キロ先のところで発見されたのと同じ感覚なんですよ。僕は永田町で早く TBS 行かなきゃって思ってたはずなのにもかかわらず、いつの間にやら赤坂見つけ。これおかしいんですよ。俺はずっと歩きながら、永田町の、から赤坂見つけに行くにはなんか電車に乗らなきゃいけないはずで、あとお母さんに言われたのは、永田町通ってるやつは、丸が、ガルマの髪の毛みたいな色のやつのとこよ、なんてちゃんと言われてたから、そういうのもすっごい分かったですよね。すっごい分かった上で、歩いてたにもかかわらず、気がつき、赤坂見つけですよ。なんなの、あれは。俺すごくおかしいと思うんですよ。あんなことが許されるのなら、ね、地下鉄の降りたホームの地下をテクテク騙されたわけでしょ、俺は完全に。
バッカであいつ一駅歩いてやんの現象でしょ、あれ。あの、要するに乗り換えだと思い込ませたら歩くなあいつ現象でしょ、あれ。だから、あんなね、永田町の駅の地下を、なんかこう、ずーっと歩いたら、いつの間にか赤坂見附になってるっていうやり方がありだったら、じゃあもう電車の駅なんかいらないじゃん。もういらないじゃん。なんで新大阪からずっと線路とか敷かないで乗り換えあっちみたいに書いてるうちに浜松になったりとかすりゃいいじゃん。それ東京になったりとかすりゃいいわけじゃないですか。俺、なんなのかな、あれは。だから、俺もね、100歩譲ってね、永田町ですと。永田町ですと。で言って、あの、全部あそこに繋がってる駅は広いけど永田町だったら許すわ。広いけど永田町だったらば、あ、そういうもんなんだなと。1番ホームから何番ホームまでがすごい長いっていうんだったら全然問題ないんですけれども、歩いてるうちに赤坂見附になられちゃったら俺には心構えが全然できてないでしょ。俺は今から赤坂見附なんだっていう、こう服装だって全然永田町のつもりのままの服装なわけですよ。赤坂見附専用のあのコサージュがないでしょ、ねえ、カメオもないでしょうですよ。なんかね、狐につままれたような感じしましたね、あれはね。だいたい俺のちっちゃい時に半蔵門線とかあった？あの南北線とかあった？何南北線ってあいつ。あれなんか、あいつさ、丸が赤いでしょ、南北線。あの、表示の丸赤くね？南北線何色？南北、あのね、僕ね、僕頑張ったの、頑張ったの、長田町から来るときに、丸の内線でもねえのに赤い、ま、目印のやつね、赤い丸、こっち何々っていう赤い目印のやつが、大江戸線か大江戸線か血に染まる大江戸線かわかんねえけど、そいつがあったおかげで不安になっちゃったんですよ。わけわかんなくなって。で、言われてみれば、この頃ね、ほんと電車に乗ってないってことですっごい気づいたね。電車に、なんだろう。あの、電車に乗ると、乗らない現象は良くないなと思ったね。あの、日頃見ないようなものが、要は電車に乗ることで情報はいっぱいあるね。なんかわかんねえけど、大エジプト展とかやってんだとか思うじゃん。行かねえけど。行かねえけど、電車こうやって乗ってる。あ、コスモポリタンで、女友達はいいね。男ヒデルにはなりたくないけど、特集とかやってることをあんまり知らないままになっちゃうでしょ、あれ乗らないと。あんまりうちの、その小林っていうマネージャーの車には、コスモポリタンのやつが貼ってないんですよ、いつも。あれ貼れって話ですよね。そうじゃないと、あ、なんかインカ帝国展とかやってるな、やってる、行かないけどやってるみたいのは、行くやつは見れんじゃん。別に電車乗らなくても、行くやつはピアとかいうの見れば、あ、行くやつだから見れるけれども、あの、行かないやつに関する情報がなくなってるってことに気づいて、乗るわ、俺。むやみやたらに乗るわ。だからもう朝起きて、例えば、いや、こう仕事終わるじゃないですか。今こう、赤坂が一番近いじゃないですか。で、赤坂から家帰るときも、ちゃんと赤坂から地下鉄に乗って、それで赤坂からずーっと千代田線で町屋に行って、で、町屋からもう一回都電乗って、それで都電で今度王子に行って、で、王子神谷っていうところから新しい地下鉄が走ってるはずだから、あれでどっか行って、降りたところからタクシーで一旦 TBS に戻ってから、もう一台タクシー呼んでもらって家に帰るとか、そういう風にしていこうと思うんだ、俺。そういう風にしていくことでかなり、俺もなんかこう、頑張れる気がすごくしたんで、だからね、なんつったらいいのかな、あのね、地下鉄ってつまんないね。俺ね、地下鉄改造論一個か、地下鉄、なん、俺ね、電車乗らないって言っても、まだ山手線とか乗ろうですよ。山手線うるせえ、俺なんで高生の渡辺に怯えてんだよ。間違ったこと言ったらこいつに怒られるみたいな。それも今でっかく紙に乗ってって書かれましたけど。山手線はまだ乗るんですよ。ちょっと面白いですから。地下鉄はもう、恩もが見えねえっていう、あの、もう絶対的にダメなやつがあるでしょ。あれが最悪なんだよね。あそこになんか書いたりとか置いたりとか絶対した方がいいんだって。あそこのところになんかちょっとした生活の知恵みたいなことが書いてあったりすれば表とか見てもすごく得した感じするでしょ。だから地下鉄改造論で地下鉄の表に変な絵とかいっぱい書いた方がいい。いっぱい書いて、乗るの面白いじゃん。だから4コマ漫画みたいなのつければ。
なんか、駅の順番とか全然わかんないですけど、もう西日暮里と千駄木、俺ほんとわかんねえんだな。千駄木、西日暮里次、千駄木、千駄ヶ谷。千駄木、根津ある人で、根津は根津って、ね、根津と湯島あるよね。ああいう間に、ちょっとこう4コマ漫画のすげえ、田中翔の切符くんみたいなやつを書いとくわけ。そうすると、もう一駅乗ろうって気になるでしょ。3コマ目のところの、朝起きて、なんか、切符くんがこう道を歩いてました。で、向こうからトラックが来ました。で、トラックが水を跳ねて汚れました。ああ、もう湯島だ降りようと思ったけど、新お茶を行かないと。なんつってこう、新お茶行くと、新お茶の間のところに、あんま面白くない4コマ目があるんだよね。で、そうそう、次は面白いんじゃねえかな、みたいなことがあって、で、次行くと、すっげえこう、上品ぶったおばさんが、上品そうな犬を連れて歩いてるところに、切腹が通りかかったのが出るわけよ。で、降りちゃおうか。もう面白くならないから、これは降りちゃおうみたいな、ちょっと行かせたりとかすることができるってのは、俺の中での今、地下鉄改造論ですよ。じゃあ、いっそのこと、ため池山王と国会議事堂前も、永田町とくっつけちゃえばいいじゃん。もう全部、どんどんくっつけちゃえばいいじゃん。なんか、それで。で、でっかい一個のもう駅にしようよ。でっかいのが面白いから。なんか、すごくでっかいからっていう理由で。で、もうなんかこう、もう、メトロニュースとか読もうや。そのでっかい駅で。またさ、キオスクが閉まってやんな。俺、なんか、キオスクじゃねえの地下鉄にあるやつ、キオスク。なんで俺はお前に怯えてんの鉄道用語は、鉄道用語ちゃんと言わないと、渡辺に怒られるみたいな感じになってますけど、なんかやってねえんだよ、売店が、駅の売店が全然やってねえから、なんか本読みながら潰れんじゃんか、その金目町から、奈良田町まで、用も何にもないじゃんか、でしかもポケットの中にはもう500円ちょっとしかないじゃんか、だからもうタダだからっていう理由で、メトロニュースみたいな小冊子を読んだよ。で、面白かったコンテンツはどれですかみたいなアンケートまで答えてやった、そんなに面白くねえやつに丸して出してやったさ、それはね、俺のちょっとでも反抗ですよ、それは。何に対してか知りませんけど。